800メートルの元世界記録保持者であるなおキプケテルとはケニアの言葉でエンガーという意味である1980年代ケニアの陸上競技選手であったキプチョゲ系のに才能を見出され中距離走を始めた19歳の時交換留学生としてコッペンハーゲン大学で電子工学を専攻しそのままデンマークに移住したその後。 デンマーク代表として1995年世界陸上選手権に出場。初出場にして優勝を果たした。しかし、デンマーク国籍を取得していなかったために1996年アトランタオリンピックには出場できなかった。オリンピックにこそ出場できなかったものの、1996年から1997年にかけては負け知らずで、 28連勝を記録した。1997年初頭に行われた世界室内陸上選手権では予選と決勝の二度にわたって室内世界記録を更新し、従来の記録を2秒以上短縮する1分42秒67を記録した。7月には16年間破られていなかったセバスチャンコーの1分41秒73に並ぶ世界大記録をマーク。 さらに8月の間に世界記録を2度も更新し1分41秒11まで縮めた。この記録は2010年8月にデイビッド・レクタル・ディシャにより更新された。世界陸上ではスタートからフィニッシュまで戦闘を譲らず2連覇を達成した。1998年にマラリアを発症し競技会に参加できなかったが翌1999年に復帰し、 その年のレースで10戦全勝、世界陸上でも優勝し、3連覇を果たした。2000年2月には、室内1000メートルで2分14秒96の世界記録を樹立するなど、この年の2000年シドニーオリンピックでの優勝候補、筆頭であったが、接戦の末、ニルス・シューマンに敗れて2位であった。2002年のヨーロッパ陸上選手権では、オリンピックで敗れたシューマンや、 世界チャンピオンのアンドレブヒャーラを抑えて優勝した。その後は故障を抱えながらも2004年アテネオリンピックでは銅メダルを獲得するなどの活躍を見せ2005年8月に引退を表明している。ありがとうございます。